はい、ただいま、録画を開始いたしました。はい、開始できてますね。はい、それでは最後の日本語教育とソーシャルメディアのセッションにご参加、くださいまして、皆様ありがとうございます。もう録画してますので、お顔を録画されたくない方は、マイクじゃなくて、その、カメラの方をですね、ミュートにしていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。はい。今日はですね、日本語教師自身の学びにソーシャルメディアを活用しようというお話なんですね。それで、最初にですね、チャットボックスにですね、チェックインの代わりとして今日は主にですね、ツイッターの話をちょっとしてみたいので、皆さんツイッターのアカウントをお持ちかどうか、アカウントをお持ちの場合はどのぐらい、例えば毎日ログインしてるか、1週間に1回ログインしてるか、1ヶ月に1回ぐらいログインしてるかを、チャットボックスのところに書いていただければと思います。別にアカウント名を公開していただかなくても結構です。したい人はしてもいいです、もちろんね。はい。はい、ではチャットボックスに書いてみてください。毎日見てる方もいらっしゃるんですね。なるほど。コロナのね、件が、気になる方はやっぱりいらっしゃいますよね。はい。はい。ありがとうございます。ちなみに、1、2、3、4、5、6、7、7人ですね。はい。これで全員ぐらいかな。はい。ありがとうございます。じゃあ、結構使ってらっしゃる方いらっしゃるんですね。はい。わかりました。ありがとうございます。それではですね、まず今日の、予定なんですけど、最初にですね、僕の方から、いろいろご紹介してみたいと思います。ですね、特にその、ツイッターの方を中心にして、本当にフェイスブックはほんのちょっとだけ、特にツイッターの方を中心にして、ちょっといろいろ事例などをご紹介させていただきたいと思います。で、グループディスカッション20分と、最後に質疑応答20分とさせていただきます。よろしくお願いします。それから、ここに書いてありますが、右下に書いてありますが、bit.ly/jft、アンダーバー、ソーシャルメディア06。これが今回のこのスライドの、URL になります。ちょっとこれ、じゃあチャットボックス今ペーストしますね。ちょっと待ってくださいね。はい。はい、今、チャットボックスに、ペーストしましたので、これを開きますと、皆さんもお手元で、このスライドをご覧になることができます。はい、今、ちょっとこんなこと言っちゃったか。はい。はい、はい。はい、そうですね。はい。では、まず最初に、ツイッターについてですね、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい。これですね、僕がいくら言っても、あまりその、効果的ではないと思うので、僕以外の人がどういうふうにですね、特に日本語教師の方が、ツイッターに対してどういうふうに感じていらっしゃるかというのを、特にその、勉強になっているという面から、たくさん今日はご紹介、まず前半、ご紹介したいと思います。これはスーミンさんという方なんですけど、これはですね、いつだっけ、去年の、大晦日に投稿してたんですけど、その1年を振り返って、ツイッターの日本語教師の先輩方や仲間に助けられた1年でもありますというふうに書いてらっしゃいました。この人も確か2019年を振り返っているところで、ツイッターにはまってアクティブになって恩恵を受けているというふうに書いてますね。はい、で、この人は、なんかドイツのマークがついてますね。ツイッターを敬遠してたけど、日本語教師チャットに参加したくてアカウントを作ったら、Facebook より便利で楽しいことに気づいて、今は若干、追廃を帯びてきました。追廃っていうのは、ツイッターで廃人のようになってしまうという、スラングなんですけど、要するに、ツイッターに時間をかけすぎて、それ以外のところに、なんていうんですかね、弊害が出ると追廃というふうに言います。これは岡宮美希さんという方ですけど、昨年8月ぐらいから使い始めたら、日本語教師赤はアカウントですね。日本語教師用のアカウントとして使ったら優秀なツールであることが分かったというふうに書いています。
小梅さんという方、まあ、ここは中国で日本教師をしていらっしゃいますね。いろんな人とつながって、情報共有できていいツールに出会えた。はい、このまっちゃんという方もに、ここには書いてないかな。日本語教師の方ですね。あ、ここに書いてありますね。日本語教師ってね。ツイッターで泣いたり笑ったりできるのは皆様のおかげですと。はい。これも瀬という方ですね。この方はですね、なんかツイッター上でちょっと困ったことに対して、愚痴って言っちゃ困る。まあ、悩みみたいなことを、書いたんですね。そしたらその朝、次の朝にたくさん、応援とかで励ましとかが来ていてびっくりしたというふうに書いています。こちらは、あ、これはなんか僕がですね、こういうのいいですよみたいなことを書いたら、ツイッターの良さを実感していますと。はい。この辺は、これはタイの日本語教師の方ですが、初めて1ヶ月ですごく世界が広がりましたと。はい。これは桜でいちごさん。あ、この方さっきも別のところで紹介したかな。はい。出会いやつながりがあった。情報が入る。オンラインの講座に参加できた。共感が生まれたとかですね。そういうことをメリットも書いています。あ、これ2週間目ですね。2週間目でもうこんなメリットを感じていらっしゃるわけです。はい。この方も、ですね。数ヶ月ですよね。数ヶ月でここまで視野が広がるなんて思いもしませんでした。と書いています。ここもですね、この方は2週間ですね、ツイッター始めて2週間でいろんな方の意見交換や問題意識の高さを見て感化されて話せましたと。あ、これさっきと同じ方ですね、米山さん。はい。この方は健作さんという方ですけど、この方はですね、まだ日本語教師になってない、養成講座に通ってるんですけど、養成講座よりもツイッターの皆さんのやり取りの方が勉強になるというふうに書いていますね。はい。で、何年も前から使ってたけど、今年っていうのはですね、2018年ですね。実は2018年っていうのが結構、ツイッターの日本語教育界では大きな年で、急にですね、この年に日本語教師のユーザーの数が増えて、それで日本語教師間のそのネットワークがすごく濃くなった年だったんですね。で、僕はこの年のことを ツイッター日本語教育元年というふうに呼んでいますけど、まあ、それに対する、コメントでこんなことをコメントをいただいています。つながっているすべての方に感謝しますと。はい。この方もツイッター元年だったと。で、10月から本格的に発信し始めてから、本当にいろんな人と出会えることができた。まあ、この方もですね、この方は台湾在住の日本語教師の方ですけど、この5ヶ月で見聞が広がりました。皆様に感謝。アカウントを作ったのが9月ですが、本当に世界が広がりました。もっと早くから始めればよかったと。これもですね、この方もツイッターのアカウントを登録しただけで、こんなにたくさんのリアルな、ライブな情報が得られるとは驚愕でしたと。はい。これもですね、今年だけでツイッターを通じて日本教育について発見できたことが多かった。これも日本語教師の方ですね、ベトナムにいらっしゃる方です。この方も日本語教育の方で、皆さんとつながれたことが本当に嬉しいです。これはですね、2018年に日本語教育の一番大きなイベントは何でしたかって聞いたら、ツイッターが、この方にとってはツイッターが一番良かったということですね。ツイッターを始めていろんなことを、吸収中ですと。はい。まあ、こんなふうにですね、すごく、いろんな方が肯定的に、ツイッターを使っていらっしゃるわけですけど、どういうふうにすればいいかっていうのも、やり方がいくつかあります。で、一番多分ですね、大きいのはハッシュタグっていうものだと思います。で、まあ、今日はほとんどの方が、ツイッター使ってらっしゃるのでご存知だとは思うんですけど、ハッシュタグっていうのはですね、この、まあ、これをハッシュっていうんですよね、シャープみたいな。実はシャープとは違うんですけど、これで始まる文字列ですね。日本語教育とか日本語教育ウェビナーっていう、この言葉の前にこれがついていて、これをつけて投稿すると自動的にその文字列の検索結果へのリンクになるわけです。例えばですね、これを、ですね、ちょっとコピーして、あ、そうか。今ね、ちょっと僕のここの職場の技術的な問題で、Chrome でですね、Twitter が開けないっていう、ちょっと、そういう
めんどくさい状況になっているんですが、ちょっと待ってくださいね。はい。はいはい。はい、今、ここに来たところです。はい。で、ツイッターを、開いて、あ、まあ、じゃあ、ここでもうやってみましょうか。はい。ここで、日本語教育。はい、ここで日本語教育というふうに検索してみると、まあ、こういうふうになるわけですね。で、ですね、まあ、要するにこれをもう、まあ、例えばここ日本語教室ってありますよね。これをカチッてクリックすると、もうその、新たに日本語教室という、教室という別の言葉で検索した結果がここに出てくるという、これがそのハッシュタグと言われているものです。はい。で、ですね、まあ、有益なハッシュタグ、日本語教師に対して有益なハッシュタグとしたら、ですね、まあ、さっき、まあ、本当に日本語教育っていうハッシュタグが一番、一般的な、日本語教育に関するハッシュタグなんですけど、でもですね、これ一般的すぎて、ちょっとその、もう宣伝みたいなのも最近はちょっと入るようになってきてしまっています。はい。で、次のこの日本語教育ウェビナーっていうのは、例えばこの今やっているこの日本語教育とソーシャルメディアの、オンラインセミナーですね。要するにウェブ上でやるセミナーのことをウェビナーというので、日本語教育に関するオンライン上のセミナーのに関する情報は日本語教育ウェビナーというので、僕とかですね、あるいはタイの松原潤さんとか、そういう方が、こういうハッシュタグを使って情報共有しています。あと、もうこれは、毎月第4土曜日ですから、まあ、明日ですね、ここの時間で、カナダ時間でいう明日の朝、日本時間でいう、土曜日の午後9時からですね、いつも毎月やってるんですけど、その日本語教師チャットというのもありますし、この日本語教師ブッククラブっていうのもあります。これは1ヶ月ごとに特定の本を読んで、感想を共有するというものですね。今は、僕はイエローで、ホワイトで、ちょっとブルー。僕はホワイトでイエローでだったか、ちょっと順番忘れましたけど、そういうとても面白い、本が今月選ばれて、その、感想なんかがみんなツイッター上で共有されています。あと、多読っていうものもありますし、それからですね、単発のイベントの、こういうものがですね、そのイベントごとに、ハッシュタグ、公式ハッシュタグというのを決めて、それで、つながって、ツイッターではフォローし合ってない人同士も、つながれるようになっています。意見交換ができるようなものがたくさんあります。はい。で、これとは別にですね、まあ、英語のものはもう本当にすごく充実してるんですね。で、僕がお勧めしたいのは、上の2つですね。はい。一番上のジーニアスアワーっていうのは、まあ、これはですね、自立学習の一種で、まあ、一つの形態で、まあ、ジーニアスアワーっていうのがあるんですけど、その、成果とか、実際にやってるアクティビティの様子などを、このハッシュタグで共有しています。それから、第二言語習得に必要な、その、理解可能なインプットですよね。コンプリヘンシブルインプット。これも、すごく、いい内容がたくさん、共有されています。はい。ですね。あと、まあ、一般的なものとしては、エドチャット。これ、エデュケーションのチャットの略ですね。それから、日本語教師チャットみたいに、1時間とかで時間を決めてやるチャットとしては、このサットチャットというのがとても有名です。これは土曜日の、ニューヨーク時間の、土曜日の朝7時半ですね。だから、エドモントンだと朝5時半になっちゃって、ちょっと大変なんですけど、でも毎週ですね、毎週この時間に、特に教科を、特定しない、いろんな教科を教えている先生方が集まって、教育に関するチャットを行っています。1時間の間で、もう本当に、何百っていうですね、すごい大量の、コメントが交換されます。あと、ラングチャットっていうのは特に時間はあんまり決まってないんですけど、教育関係、語学教育ですね。語学教育関係の、チャットですね。あと、地域別に、この CDM エドっていうのはカナダのに、教育関係者だし、ABED っていうのはアルバータの、教育関係者ですね。例えば、これ、ほぼすべての
カナダの州でこういうのがあって、例えば BCED って言ったら、ブリティッシュコロンビアの教員。あと、オンタリオとかは ON だったかな、ONT かどっちか忘れましたけど、それに ED をつけて、そういうハッシュタグも あります。あと、僕みたいにですね、教育とその、VR とかに興味がある人にとっては、こういうハッシュタグもあります。で、こういうのはですね、もう本当に毎日、開かれていて、もうカレンダーがあるんですね。これをカレンダーを見てみると、今ですね、これ東部時間で表されてますけど、今日の6時っていうか、6時だとエドモントンで4時ですね。はい、今は東部時間だと8時なので、MMPD、Meaningful and Motivational Professional Development っていうのが今行われているのと、あともう一個は、INGPIR エド、なんだこれ。ちょっとよくわかんないんですけど、こういうのが、で、これ、こうやってですね、カチッてクリックすると、インディア、ネパール、ニュージーランド。面白いですね。インドとネパールとニュージーランドの、チャットがあると。なんか時差がいい時差なのかな。まあ、とにかくこういうふうな感じで、すごくたくさんのチャットがあります。明日だってもう、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個の、チャットがあるわけですね。ただまあ、中にはですね、もうあんまり活発ではなくて、実質的にそんなに、動いてないようなチャットもありますがね。はい。でもここでですね、もうこの中にも、いくつだったかな、一回か数えてみたことあるんですけど、100とか200よりもっと多くは300とかそのぐらいの、チャットがここに、ですね、リストになっています。はい。あ、ちょっと待ってくださいね。あれ、スライドがどこ行っちゃった？ちょっと待ってください。はい。こっちか。はい。こっちですね。はい。で、ツイッターではですね、これらの他にリストっていうのがあります。もし皆様アカウントを作られると、このリストを作ることができるんですね。で、これはですね、今ここに、開いてますけど、リンクを貼ってありますけど、これは僕が作ったリストで、日本語教育関係の皆さんに紹介するために作ったリストです。で、教育に、日本語教育だけではないんですけど、教育全般に関わる専門性が高くて、かつですね、今日お昼ご飯これ食べましたとか、そういう個人的なツイートがあんまりしない人、そういう人を中心に構成してあるのがこれです。でその中で、ちょっとこれ量が増えてきてしまったんで、忙しい時はちょっと大変な感じがするので、英語だけ、あるいはその、まあ、日本語教師じゃない、その日本語がわからない人向けに英語だけを出して、日本語を除いたものですね。それがこちらになります。はい、これも、よろしければ、ご覧いただければと思います。はい、その他にですね、まとめサイトっていうのがあって、例えば、まあ、一番、日本で一番有名なのは、このツギャッターというやつですね。で、これはですね、文系シラバスと行動中心アプローチの、人たちが、かなり、もうかなり、熱くなって議論をしていた時ですね。もう3年ぐらい前ですけど、で、ですね、まあ、中にはちょっと感情的になったりしたようなこともありますが、ですけど、昔はですね、こんなふうに、例えば僕が学生の頃はまだコミュニカティブアプローチとオーディオリンガルが結構対立していた時代でしたけど、その時代にですね、考え方の違う人と意見交換することなんてのはもう全然できなかったんですよね。でも今はそれがですね、こういうのが、どっちがいいとかどっちが悪いというのとは別に、違う立場の人とこういう意見交換がオンラインでできるというのは本当に素晴らしいことだと思っています。はい。あと、日本語教育とレイシズムっていうのは、これはこれは議論というよりも、ちょっとまあ、ちょっとカナダの人から見るとかなり驚くと思うんですけど、かなり露骨な、レイシズム的な発言をしている人が日本語教師の結構有名人の中にいて、それに対する批判と、逆にその人を擁護するような人たちの議論というのもありました。はい。あ、すみません。もうちょっと時間になってきましたので、ちょっと Facebook に関して短く言います。はい。実は Facebook というのは、皆さんご存知だと思いますが、ツイッターに比べるとですね、
ちょっと垣根が高くなっちゃうんですね。なんでかっていうと、そのグループ、まあ、Facebook でこういう勉強をしようとすると、やっぱり基本的にはグループに入って勉強することになるんですけど、そのグループが、やっぱりTwitter と違って管理人がいて、それでその、その入れない場合とか、資格がなくて入れないとか、あるいは、なんていうんですかね、まあ、要するに、誰でも自由に参加できるものとそうでないものがあって、Facebook の場合は自由に参加できないものの方がとても多いんですね。まあでもその分中に入ると、濃密な意見交換ができるというのはありますけどね。はい。で、まあ中でも、僕がお勧めしたいものとしては、この著者と読む読書会、日本語教師のためのセフアールっていうのは、確かこれもですね、日本時間の今夜9時だったかな。このさっきの日本語教師チャットと重なっちゃうんですけど、エドモントンで言うと明日の朝5時、トロントだと明日の朝7時に、ズーム、今僕たちが参加しているようなこのズームで、この日本語教師のためのセフアールという、本を読んで、その何ページから何ページまでというふうに決まってるんですね。で、それで意見交換などを行う会があります。で、日本語教育関係のもの、グループとしては、この日本語教師講師っていうのは一番多分、人数が多いんじゃないかと思いますね。今のところ1654人います。あと、オンライン日本語教師学び場とか、日本語教師、あるいは、これはまあ日本語教師になりたい人が中心なんですけど、日本語教育能力検定試験を語ろう会とか、そういうものもあります。日本語教育関係でなければ、教師のための VR 活用術とかですね。まあ、これもですね、結構、日本語教育関係の方もたくさんいらっしゃっていて、最近ではオーストラリアの畑沙先生とか、ああいう方も加入されて発言とかされるようになっています。それ以外には機関、学校別とかですね、地域別のグループが結構あって、カナダで、まあ、カナダ在住の方はこれ入っていらっしゃると思いますけど、カナダで日本語を教える人たちとかですね、こういうものもあります。あと、機関っていうかですね、これは先月ご紹介した日本語っていう学習者用の、大きなボランティアグループがあるんですけど、そこでその日本語教師としてボランティアで手伝っている人たちだけのグループが職員室っていう名前のグループがあって、ここもですね、まあ、まずここでちゃんとボランティアとして活動しなければいけないんですけど、それを前提にした上でここに入ると、ここでも非常にいろんな情報交換ができて、勉強になると思います。はい。では、この後、グループディスカッションをしたいんですけど、ですね、話し合っていただきたいことは、ですね、さっきご紹介したツイッターの、ハッシュタグを開いてみてください。で、これはですね、ツイッターのアカウントを持っている人も持ってない人も、別に見るだけだったら、誰でも見ることができます。で、今ですね、チャットボックスに書いてありますよね。で、これを開くと、僕のこのスライドをご覧になることができますから、そこからハッシュタグを見ることもできますし、まあ、もうハッシュタグ短いですから、それをもうパソコンなり、スマホなりで、それを直接ツイッターの検索欄に入れてご覧になることもできます。はい。ではですね、今からブレイクアウトルームを作りますが、あれ、今日 NP の方いらっしゃらないですか？一人もいない ?NP の方。いないんですね。はい。じゃあね、NP の方いらっしゃらないみたいなので、特に NP の部屋は作りませんが、1,2,3,4,5,6,7 人か。7人って、じゃあ2つのグループに分かれて、はい。今、アサインしているところです。はい。はい。ではですね、今、開きますので、で、別に全部見る必要はないです。さっきのハッシュタグ全部見る必要はないので、面白そうなハッシュタグをちょっと開いて、中を覗いてみてください。それで、面白そうなハッシュタグがあったら、グループ内で、共有してみてください。はい。できればですね、まあ、じゃあ今から、20分、20分やりますね。20分やりますので、最初の10分ぐらいを
ハッシュタグを見る時間にして、その後後半の10分ぐらいをそのグループ内で、これはこうでしたというふうに共有する感じでやっていただければと思います。はい。ではこれからあの部屋を開きます。もう一回確認しますが、NP の方は今日いらっしゃいませんね。その、録画されて困るって方はいらっしゃらないですね。はい。わかりました。はい。それではただいま開きますので、ジョインもしくは参加を押してみてください。はい。あれ、松崎さん大丈夫ですか？あれ？松崎さん。お、はいはい、行きました。じゃあ、僕はまずルーム1じゃなくて、人数が足りないのが、少ないのがルーム2なので、そちらの方に入ってみたいと思います。こんにちは。どうしましょう。今からなんかハッシュタグを見るんですね。ですね、10分ぐらいですね。10分ぐらい見るということです。はい、じゃあ見ます。ちょっと見ましょうか。ちょっと風邪ひいちゃいました。これどうするの？バルツシパンって。ちょっと。さっきのどこ行ったっけ？No way。ああ、見えない。はい、今もう一度あのチャットボックスに、リンクを貼りましたので、よろしければそちらから、はいはい、ご覧いただければと思います。
あ、ではそろそろ10分なので、よろしければ、はいはい、共有していただければと思います。僕はもう片方の部屋の方に行っておりますので、はい、失礼します。何を設定したのか分かんないんですけど、なんか E メールでよくなんか来るんですよね。こういうのがありますよっていうのが。で、それで気になるとこ行ってみてとか。私も同じです。あ、そうですか。うん、はい、見るだけの方もいらっしゃいますけど、ちょっと今、写真を写してもいいでしょうか。皆さん、ちょっと今、はい、今、コンピューターの画面が見えているでしょうか。はいはい、これ私のタイムラインです。はい、今、これ村上先生の、はい、もう入ってるんですけど、フォローしてる方の、なんでしょう。あ、まあすいません、ちょっと個人的なものも入っちゃうかもしれないんですが、すいません、こういう感じで、あ、今例えばこの方だったら、何でしょう、オンラインセミナーの案内とか、うん、こういう感じで、はい、フォローして、そういうところから見たり、私のページ飛ぶんですけど、あ、こういう、私はちょっと今、まあ、病気のこととか結構心配していて、ちょっと、うん、なんて言うんでしょう、ちょっと、不安なツイートとかあるんですけど、うん、
まあ、自分の学校のまあ秘密では言わないですけど、何でしょう、うん、あのなんか学校のこととかちょっと書いたり、個人的なことも書いたり、すいません、なんかこういうような感じで私はやってます。うん、あれ、すいません、うまく見えなくてごめんなさい。いえ。そしてあのフォローしてる方っていうのは何人ぐらいいらっしゃるんですか？フォローしている、すいません、上戻って、694人フォロワー、ここです、フォローとフォロー。うーん、なるほどなるほど。はい、私も結構あの、まあ、コメントというにはこのライクの方が多くて、うん、はい、まあこういう感じでいいなと思ったことをライクした。なるほど、ね、すいません、こんな感じです。うん、すいません。あ、あの皆さん、ハッシュタグご覧になりましたか？なんか日本語教師チャット。はいはい、それでもしあの面白そうなのがあったら、ちょっと、あとですね、まだ7分ぐらいありますので、あのご共有いただければと思います。大丈夫でしょうか？はい、はい、なんか高コンテクストとか低コンテクスト、わからないハッシュタグがたくさんありますね。なんかどういう意味か全然わかんない。あ、例えばどれですか？低コンテクスト文化にやられる、うん、わかんないです。この人、例えば 高コンテクスト、高いって言うんですね、高いコンテクスト、はいはい、低いコンテクスト、うん、と日本語教師っていうハッシュタグが3つついてるんですよね。あ、そんなのなんですか、面白いですね。なんか、わからないこと、まあまあ、うん、あの大抵は分かるんですが、うんうん、多読とか、うん、これなんかハッシュタグが、はいはい、文章になってる人とかいるじゃないですか。あ、そうですね、はい、日本語の場合はあのスペースが入らないのでハッシュタグにしやすいんですよね。なんかツイートから2019年を雑に振り返るってハッシュタグがつけると、それはどういう人がこういうことをするんですかね。だって誰も探さない感じがするんだけど、あ、2019とか言うとこれを探すってことですかね。あるいはそれ今目の前に見えてたらちょっとクリックしてもらえます？誰が他にもそれクリックしてあの書いてる人がいるんですかね。あ、どこ行っちゃったかな。あ、そういうことか。だからそれを一緒に書いて、はい、一緒に共有しシェアするってことです。はいはい、そうですそうです。はいはい。なるほど。うん、そういうもの、そういうものもなんかその自分で探すというよりなんか トレンドから、うん、なんでしょう。いつの間にか。人気が出てて、その出元とかがよくわからないんですけど。あ、そうそう、だから次から2019年を雑に振り返るっていうと、たくさんの人がそれでいっぱい書いてるんですね。そうです、そうです。全然、はい、コンテクストで、なんか、はいはい、あ、なんか猫に愛を誓うとか、なんか、なるほどね、あ、わかりました。うん、まあ、それで、その、同じ例えば日本語教師とかそういう同じものに関心を持っている人を簡単に見つけることができるわけですね。で、その人をフォローしてあるリストにしたりとか、そういうふうにするとどんどん世界が広がっていくと思います。例えば演劇関係の人とかも探せば、ハッシュタグ使ってるかどうか分かんないんですけど、でも検索するといろいろ多分見つかると思います。やってみよう。例えば日本語と演技とか入れたらできるんですかね。そうですね、実はですね、星さんがそのオンライン講演会で話してくれた時ありましたよね。あの時もそうやって検索して、日本語教育とその演劇の両方に関心を持っている人をに声をかけたりとかですね、そういうこともしたんですよ。なるほどなるほど。
まあ、でも今日本語と例えば演技っていうのを入れると、はい、まあまああんまり日本語教育とは関係ないですね。だからこういう時は教育とかも入れなくても、まあそうかもしれないですね、はい、なるほどなるほど、はい、あ、そうか、日本語教育と演技って入れると日本語教育に演技を入れてる人が取り入れてる人とかが出てきますね。そうですね、なんかそういう、はい、はい、はい、わかりました。でもこの数が多すぎてどうしたらいいのかわからないですよね。だってすごい延々とたくさんある。あ、これ目が良くないとできないですね、これ。そうですね、良くない診断されてもう目が悪くなってきたから、なんか自分には向いてない気がします。まあでもパソコン その字の大きさを変えたりとかですね、すると大丈夫だと思います。あとなんかこういうものも地味に、あれ映ってますか？はい、映ってます。なんかこういうものも時々、え、でもね、川柳とか、あ、川柳、はい、地味に時々、いや、なんかね、フェビュアリー13っていうのは見えるんだけど、文章はあんまり見えてない。すいません、もうちょっと左の方にしてくれたら見えるかも。はい、あ、そうそうそう、その辺だったら見えます。今ひまっこさんっていう人が、はい、あ、なるほどなるほど。あ、こういうような日本語教師宣言、こういうもの時々、はい、うん、時々私も気が向いた時に やったりこういうものも、まあ、これ少ないですけどたまに、うん、あ、これ、あ、私ですね。こういうような感じで、うん、もうちょっと左もあります。はい、まあ、そうそう、はい、その辺で見えます。はいはい、はい、こういうようなのも時々、うん、まあ、情報というよりはお楽しみですね。うん、なるほどなるほど。はい、見えました。ありがとうございます。なるほどなるほど。すいません、いろいろ喋ってしまってありがとうございました。いいいえ。それじゃあ、あと1分、あ、はい、これ例えば普通に Google サーチで日本語教育を、うん、まあ、演技って入れたらある程度のことは出てくるじゃないですか。それとどう違うんですか？やっぱり各個人が発信しているのが探せるから。そうですね、要するに人間を見つけるにはツイッターとかフェイスブックとかそういう、ところで検索するのがいいですね。なるほどなるほど、はい、うん、かつすぐにコンタクトが取れる人を見つけるっていうことですね。うん、はいはいはい、じゃあすいません、あと1分ぐらいでお願いします。ちょっと一旦僕出ますね。はい、はい、お帰りなさいませ。はい、皆さんお帰りなさいませ。これで全員ぐらいかな。はい、じゃあこれで全員ですね。はい、それでは質疑応答の時間にさせていただきたいんですが、それぞれ のブレイクアウトで皆さんハッシュタグをご覧いただけたと思うんですけど、まあ別にハッシュタグに関わらずその Facebook のグループとか、今日のですね、その日本語教師がどうやってソーシャルメディアを使ってその成長するかということについて、ご興味のある方、お話、ご質問いただければと思います。あと15分近くありますね。はい。今日は人数少ないので、もうすぐミュートを外して、声に出して
質問していただければと思います。じゃあ、行きます。はい、どうぞ、木村さんどうぞ。はいはい。はい、今話してて、はい、みんな言ってたのは、やっぱりこう、タイムマネジメントっていうのでこう乱すと、ハッシュタグをどんどん追いかけていっていくと、あっという間に時間をこう取ってしまって、はいはい、この忙しい授業をやりながら、忙しくやりながら、どういうふうにこうバランスを取ったらいいのかな、なんていう話をしてました。はい、ですね、僕の場合はですね、実は、まあ、メイン、まあ、いつもあんまり僕はモバイルじゃなくて、パソコンの方からインターネットにつながるんですけど、うん、で、Chrome でネットにアクセスするんですが、うん、Chrome にですね、なんていう名前だったっけ、そういう、ですね、ちょっと待ってくださいね、これだ、フォレスト、ステイフォーカスト、ビープレゼントっていうですね、うん、そういう、拡張機能があって、これを見てると、例えば25分とか、ソーシャルメディアにアクセスできなくなっちゃうんですね。で、はい、でそういう、ものを入れておくと、まあ、かなりコントロールできるようになるんじゃないかと思います。あ、じゃあそれは、Chrome に後でプラグインとして入れる。そうですね。はい、はい。わかりました。ありがとうございます。はい。でも多分Firefox にも同じようなものがあると思います。ありますか？あ、じゃあちょっとチェックしてみます。はい。はい。あ、それからですね、さっきちょっと一つのグループでメールがいっぱい来すぎて困るっていう話がちょっとあったんですけど、それはですね、Twitter 側で、あるいはまあ Facebook の人は Facebook でもいいんですけど、そちらでコントロールすることができます。はい。なので僕はですね、Twitter のからのメールは一切見てないですね。はい、あ、ちなみに Facebook からのメールも見てないです。だけどその Twitter に入るとそこでノーティフィケーションという通知っていうページがあって、そこで見ることはできます。はい、はい、何か他にご質問ないですか？あ、じゃあ私いいでしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。はい。あ、ですね、私も、はい、村上先生からの影響で1月からツイッターをアカウントをオープンして、そうなんですか。はい。1日に1回はツイートしようと思いながら、はい、おめでとうございます。ツイッター利用を始めたはい、はい、ものなんですけれどもね。はい。それこう自身のこう今バンコクにいるので、はい、身近な日本人、日本語教師の友達もいるんですけど、やっぱり相談できないことを相談できる。ツイッターを通じて別の方からアドバイスがもらえるっていうところはすごく私どもメリットを享受してるなっていうところを感じるんですけれども、はいはい、そういうの、弱いつながりの強さっていうんですよね、そういうの。そうです、ね、うん、はいはい、はい、そういうところはすごく感じてるんですけれども、はい、こういらない情報がたくさん入ってくるんですよね、やっぱり、で、はい、そこをどうブロックしたらいいのか、いらない情報をこついつい読んでしまって、そこでやっぱりタイムマネジメントに問題になるんですけど、でそこで私もちょっと深く入り込んでしまって、なんか気になってしまったりとかして、こうもうちょっとこううまく、はい、けど必要な情報が実は見逃されてたりとかするんですよね、使ってない間に質の情報が入っていて、でそれがもうストリーミングのように情報が流れていくじゃないですか、はいはい、で必要な情報は取れて、取れなくて、けどいらない情報が入ってきてっていう部分も少し感じていて、ちょっとこう圧迫されてる部分があるんですけど、そういうところをどうマネージしていったらいいのかっていうところを今悩んでるんですけれども、村上先生はどうやってやられてるんですか？はいはい、僕の場合はですね、もうさっきちょっとご紹介したリストっていうのをもういっぱい作ってるんですね、何十も作ってて、でそれをですね、そのリストごとにリンクができますから、それでそのブックマークしてるんですね、Chrome 上に。それでもう本当にリラックスしたいときは、まあ、遊び用の人も含めた、てか遊びの人だけの、本当にくだらないことしか書いてない人だけのリストとかっていうのもあるので、公開してませんけど、それは。まあ、それを見てたり、あるいはもう、だけど、まあ、やっぱり仕事中にも使わなければいけないことがあるので、もうそれは本当に仕事中に見るだけの人のリストとかですね、そういうのは分けてます。で、あとですね、やっぱフォローするかどうかっていうのもまた
なるべくあんまり個人的なことを書かない人を僕はフォローするような感じにしていますね。はい。で、そうするとやっぱり勉強のためにはとてもいいですね。はい。うん。うん。もう本当にその猫の動画とかいっぱいシェアしてる人とか、もうそういうの見始めたら本当にキリがないですよね。本当に。かわいいですけど、はい。はい。ありがとうございます。はい。あとその友達にはフォローはするけど、リストには入れないとか、そういうコントロールの仕方もあると思います。はい。それは一つのアカウントでですか？あ、できます。はい。一つのアカウントで、相手をフォローはするけど、はい、だけどその、仕事用とか勉強用のリストには追加しないで、あ、はい、で仕事用勉強用と、そのまあちょっと自分のリラックスした趣味用みたいなのとこう分けてるっていう、そうですね、はいはいはい、一つのアカウントで分けてらっしゃるということですか？そうですね、はい、でそのリストに分けて、そのそれぞれのリストをあのブックマークしておくと、うんうん、そので必要な時に必要な方を開くっていう感じですね。なるほど、分かりました、はい、知らないことが多すぎるって感じ。まあ、でもその辺をちゃんとあのできるようになってくるとかなり有効に使えると思います。はい、頑張ります。はい、あとそれとですね、あの有名人だけどあんまりその自分には関係ない人とか、あのそういうのはなるべくフォローしない方がいいかもしれないですね。最初にあのアカウント開くときにおすすめされる有名人とかがたくさんいるんですけど、そういうのはあのもうフォローしない方が僕はいいと思います。はい、すみません、はいはい、山田さんどうぞ。そのさっきリストを作っておくっていうのは、はい、その Twitter の中にそういうリストっていう機能があるんですか？それとも全然あります。ちょっと今じゃあ画面共有しましょうかね。やってみますね。すみません、はいはい、スクリーン1でシェアして、ですね、今、ちょっと待ってくださいね。はい、今あの僕の画面見えてますか？はいはいはい、じゃあ例えば、はい、見えてますね。この乗巻さんっていう人が、いらっしゃいますよね。で、このアカウントのページに行って、この人フォローしてないわけですよね。フォローしてないですけど、この人日本語教師なのかな？もし日本語教師だとしたら、ちょっとわかんないんですけど、でも今仮にこの人が日本語教師だとしたらですよ。ですね、ここでアッド、はリムーブフロムリストっていうのがここにあって、で、この鍵がついてるのは非公開のリストっていう意味なんですね。だけど日本語教師の場合、僕は JT っていうのでここに入れてるので、今ここにしましたね。ここをクリックしたらここにチェックがついて、ここをセーブ、これでセーブするとこの人が日本語教師の僕のリストに、なるわけです。はい、それでそれをですね、後で見るときは、ここに左側にリストってありますよね。はい。このリストっていうところで、こうやっていっぱいリストが出てくるので、さっきの JT02 ってどこだ。普段はあそこにブックマークしてあるから、こうやって探さないんですけど、まあこうやって JT02 のところをクリックすると、僕がその、日本語教師として登録している人の、投稿だけがこういうふうに見えてくるわけですね。はい、ただですね、この高橋健太郎っていう人は僕はフォローしてないんですけど、このチェイマーリーさんっていう人が RT しているので、僕はこの人を、まあこの人もフォローはしてないけど、この人をその JT、日本語教師のリストに入れているので、あ、この人もタイの方ですね。20年タイで日本語を教えているという。ね、彼女が RT したので、彼氏か彼女かなわかんないけど、はい、夫がいるから女性ですね。その彼女のが RT したので僕のところにも来ていると、そういう感じになるわけです。はいはい。はい。わかりました。はいはい。ありがとうございます。はい。どういたしまして、これをどうやって、ストップシェア、あ、こっちですね。はい。はい。他にご質問ありますか？あ、はい。どうぞ海さん。はいはい。今ね、ミュートになってます。ミュートになってる。まあ、結構毎日のように使っていて、はいはい、先ほどもなんかずっとこういうふうに使っていますというふうにグループで話しまくってしまったんですが、いらない情報とか情報が多すぎると感じたときは、フォローしている方の、本人のツイート以外のリツイートとか、
ライクを表示しないという方法もありますので、うん、そうですね、はいはい、はい、それで情報をあ、まあ、なんか例えばちょっとあまり知りたくないものまで知ってしまったとか、いらないとか、あまりにもタイムラインが多すぎるという場合はそういう工夫もあります、うん、そう、僕もですね、あの要するにフォローするときにその人の RT もあの見るかどうかっていう選択ができるわけですね。でも僕も最近はですね、人をフォローするときに、はい、あのこの人が書いた投稿は読むけど、この人が RT したのは読まないっていう、そういう選択にしてます。はい。はい、他にはご質問ありますでしょうか。ね、ないかな。じゃあ、すみません、もう2分なので、ですね、ここで、最後にちょっとまたお願いがあります。はい、ちょっと待ってくださいね。はい。はい、今画面に出ていると思いますが、来週ですね、2月27日に、ですね、TR、Teaching Proficiency Through Reading Story だから、TPRS ですね。TPRS、あ、ここに書いてあった。はい。TPRS っていう、すごくもう最近注目、最近っていうか、ここ数年にさ、すごく注目されている、外国語の教え方なんですけど、それで日本語をやっている人を誰かこのオンライン講演会に呼んでくださいというふうにもうずっと前からですね、リクエストをいただいてたんですけど、ようやくですね、それが実現することになりまして、27日の、カナダ東部時間で8時から9時ですね。あれ、水曜日だったかな、すみません、もしかしたらこの曜日間違ってるかもしれません。27日が正しいです。はい。で、日本時間だと翌日の朝10時。になるはずですね、はい、27日は木曜日ですね。あ、木曜日、あ、いいですね。じゃあ日本時間だと金曜日の朝10時に、これがあります。で、これとっても面白いと思いますので、ぜひご参加いただければと思いますね、うん、はい。それからこれはですね、これ今日がその日本ソーシャルメディアで勉強するというあれだったのでご紹介するんですけど、日本教師チャットが日本時間でいう明日の、あ、今日か、今日の午後9時ですね、アルバータだと明日の朝5時なんでちょっと眠いんですけど、でもですね、24時間これ投稿できますから、要するに明日の朝5時から明後日の朝5時の間に投稿されたものについてはまとめに入ってで皆さんに共有されることになりますので、ぜひ、一言入れていただければと思います、はい。あと最後に自己紹介、自己アンケートと、あと今日もツイッターの話なので、この、コースに関しては JFT 日本語教育とソーシャルメディアっていう、ハッシュタグが公式ハッシュタグになっていて、これで今日の感想なんかを書いていただけたら大変ありがたいです。で、今ですね、チャットボックスに、この2つのリンクをお送りしますね。はい。じゃあまず一つ目が、アンケートです。はい、今ですね、チャットボックスにアンケートのリンクをお送りしました。もう本当に10秒、で済みますので、ご回答いただければと思います。もう一つは日本語教育と、JFT 日本語教育とソーシャルメディアですね。はい。これもですね、ただいまチャットボックスの方にペーストいたしましたので、ここで何か一言いただければ大変ありがたく思います、はい。ということで6年間じゃなくて、すみません6ヶ月ですね、6年もやってないです、6ヶ月間皆さんお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。まあ1ヶ月に1回なので、そんなに量としてはそんなに多くなかったですが、長い期間本当にご参加くださいましてありがとうございました、はい。これで今回のコースはもうおしまいになりますので、またですね、まあ、こうしたものは僕が担当じゃなくてもいろいろあると思いますし、まあ、オンライン講演会の方はまだあと2回ぐらい僕の任期中にやりますので、またぜひご参加いただければと思います、はい。それでは最後にここまで、もういろいろチャットボックスに書いていただいてますね。あとはじゃあ本当に事後アンケートで、感想をいただければ本当にありがたく思います。事後アンケートかこのハッシュタグですね、ご共有いただければと思います。本当に今回はどうもありがとうございました、皆さん。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、これで終了とさせていただきます。